今秋ドラフトの最大の目玉で、オープン戦の死球により右肩甲骨を骨折した命来、胸や丸いない野手、新4年イコール高慮、について田中武弘監督、62が16日、東京、府中市の同行グラウンドで取材に応じ、全治3ヶ月の診断で、春のリーグ戦、4月13日開幕、は出られないでしょう。戦力とは考えていません。 と今春リーグ戦の欠場を示唆した。宗山は侍ジャパンに選出されたものの6、7日の欧州代表との強化試合を欠場していた。田中監督はランニングを中心とした下半身のトレーニングは行っていると言響を説明。この日の独協大とのオープン戦では首相としてベンチから仲間を鼓舞していた。